台湾の皆さん、こんにちは。私たちが出演する映画12人の死にたい子供たちがこの度台湾の劇場で公開されます。ドキドキハラハラ、もう一度見たくなる密室サスペンスエンターテインメントです。ぜひ劇場でご覧ください。ここで皆さんに重要なお願いがあります。映画を見終わった後はこれからご覧になる方のためにネタバレは厳禁でお願いします。よろしくお願いします。集団安楽死のために集まった12人の未成年。でもこの中には人殺しが。おめえがやったのか。バカじゃないの。生まれてくるべきじゃなかった。リアタイ型密室ゲーム12人の死にたい子供たち。